ジャイガンマンさん。むやみに話しかけられる雰囲気じゃないな。先にこの部屋のことを調べておくか。オーケー、調べるパートに入ったのね。了解です。学園長のデスクか。いかにも手がかりがありそうだし、詳しく調べておきたいところだけど、フィリギリさんのお父さんのデスクか、僕が勝手にっていうのもな。ねえ。私のことなら気にしないで好きに調べればいいの？だって。あなたの捜査を止める権利なんてどこにもないはずよ。じゃあ、そうさせてもらうね。うん。はい。僕はデスクの引き出しを上から順番に開け、中を確認していった。どの引き出しに入っているもの、仕事の資料ばかりだけど、一番下の引き出しには、あ、これって、生徒手帳。しかも、緊急用。ほうほう。学園長のデスクの中にあった緊急用の手帳ってことは、つまり、権限が与えられた電子手帳。制限のないオールマイティーな電子手帳。そう考えられるわね。やっぱそうだよね。どうやら今後の捜査の役に立ちそうね。持っていけばいいんですか？でもキリギリさんが私は必要ない、あなたはいらないなら置いていけばいいだけよ。だったら預からせてもらうけど。はい、本当にいいんだよな。つまりこれで入れるっていうか、まあロッカーの中身だろうね、調べるのはさ。この棚、手がかりがありそうな雰囲気だな。詳しく調べておきたいところだけど、さすがに他人の僕がまた言ってんの？ねえ。はい。仕事の資料。随分仕事熱心な人だったんだね。そう。後がなかっただけよ。家業を継ぐのは嫌で、家を飛び出した立場なんだし。もし。この仕事でつまずくようなら本当にただの落ちこぼれじゃない。それが嫌で必死になってただけよ。これで上向けんの今知った。多分ね、初めの頃に分かってたんだろうけど前回か前々回ぐらいにさ、武道場かどっか、なんかどっかにさ、右上にカメラかなんかあるじゃん、なんで調べられねえんだよって文句言ってた気がするんだけど、十字キーでしたあれ、この写真って、あら、かわいい。色あせてるし、かなり古い写真みたいだけど、もしかしてここに写ってるのって、ねえ、キリギリさん。本当に。迷惑な話よね。過去を清算するためにわざわざこんなところまで来たっていうのに。それなのに。今更こんなものを見せられて。それでどうしろって言うんだよ。やっぱりそうだったんだ。この写真ってキリギリさんが子供の頃の。でもそんな写真をずっと持っているってことは、伊藤学園長はずっとキリギリさんのことを。どうして？なぜどうしてなの？今度こそ私の人生から切り離せるって、捨てられたなんて過去を清算できるって、そのためにわざわざ会いに来たっていうのに、また勝手にいなくなって私から忘れる機会さえ奪って、本当に最低の父親。キリギリさん。ねえ、ナイギ君聞いてもらえる？ねえ、何？ちょっとお願いがあるの。何？お願いって何？それはこんなことを頼むなんて筋違いなのは分かってる。きっと迷惑なのも分かってる。でもね、ねえ、ここから出て行ってくれない？え、そう、少し、ほんの少しの間でいいから一人にしてほしいの。ギリギリさん、心配しなくても大丈夫よ。ただ少し冷静になりたいだけ。ちょっと気持ちを整理する時間が欲しいだけ。あのさ、ギリギリさん、前にギリギリさんはお父さんとの関係について言ってたよね。血がつながっているだけで心はつながってないって。でもさ、彼はあの写真を励みにしながら仕事に打ち込み、いつか私に会いに来ようと思っていたのかも。そんな風に思ったりした？あなたの言っていることは正論かもしれないけど、でも正論じゃ片付かないのよ。こんな写真だけで私の今までが変わるわけじゃない。そうよな。私は。そう簡単に割り切れないのよ。そうだよね、ごめん。とにかく。気持ち落ち着けたらすぐに捜査に戻るわ。だから少しだけ一人にしておいて。わかったよ。じゃあ先に行ってるね。
まあちょっと苗木そこに口挟むかとも思ったんだけど、今な本当に大丈夫なのかな。多分大丈夫だよ。本当に嫌だったらあんなとこにいないもん。父親を感じる空間の中にさ、いたいとは思わんで、普通だったらね。そこから出ないってことはまだまだ全然なんか受け入れようとしてるのか、どっかで折り合いつけようとしているのか、頑張ってんだろうな。だって僕って最初期だったんだ。まさか学園長があんな姿、あのことになったなんて。黒幕間違いなくあいつの仕業だ。あいつが学園長を、キリギリさんのお父さんを殺したんだ。殺した。死んだのか、学園長が。でも違ったんだな。学園長は黒幕じゃなかったんだ。じゃあ黒幕の正体って、クックックック。玄関ホールに集まっていた15人に戦場ムクロを加えた16人、その中で今も生き残っているのは僕を含めた6人だけ。それ以外のみんなは殺された。あの戦場ムクロだってそうだ。俺は本当に戦場ムクロなのかだよな。はてな。はてなはてなだよ。彼女も間違いなく殺されていた。つまり今もこの学園の中に残っているのは、僕と、戸上くんと、葉隠れくんと、深川さんと、朝比奈さんと、それとキリギリさん、その6人しかいないはずだ。あ、モノクマを操ってるやつは、じゃあやっぱり、いやそんなはずはない。僕は絶対に信じないぞ。他の可能性だってあるはずだ。うん、絶対あるに決まってる。せやな、こうなってますか。そう、じゃあ戻りましょう。そうかそうか、マップ上のちょっと奥に小部屋があるなと思ってたのはあの隠し部屋だったんだね。マップに映ってちゃダメじゃん。隠れてない部屋やんけ。ここ確認しないんだよな。中には死んだみんなの電子手帳が置かれている。黒幕に殺されていたみんなの。え、それだけ？な、誰が入ってるって見れないの？もう。情報処理室とあそこはもちろんのこと。あ、学園長室。これはね、忘れてた。結構入れずじまいだったんだよね。お、戸上がいる。ここが学園長室か。話には聞いていたけど、実際に入るのは初めてだな。うん、初めてだな。苗木、お前も来たのか。あ、戸上くん。どれどれ、そこそこあるな。床に処理が散らばっている。なんか無残だな。なんか誰かのなんたらコントラか。もうすでに荒らされていたって言ってたもんね。ショーケースはトロフィーや盾が飾られている。ソリから、あ、モニターがある。え、モニター？学園長のモニターがあるのか。監視カメラもある。え、監視カメラはある？学園長すらも監視対象であったということ？でも後から届きつけたのか。おい、ナギ。ありえん。この俺を無視するなど、お前ごときに許されているとでも。グミンね。ここから出た後覚えておけよ。ははは。お前話しかけたら話しかけたでさ、思って最後に回したんだけど。ものすごく立派な本棚だ。分厚い本やファイルが置かれている。わかった、話してやれよ。それにしてもちょうどいいところに来たじゃないか。面白いものを見せてやるよ。俺が先に見ようとしたら止めやがってよ、お前。なんだよ、それが言いたかったんか。かわいいやつめ。しょうがないな。はい、見せてください。戸上くん、面白いものって？見てみる、このファイルだ。なんだ？あそこの中途半端に偉そうな席の上に置いてあったんだが、机の上か。第78期生在学生名簿。俺たち15人と戦場ムクロのプロフィールが
ファイリングされている。つまりどうやら第78期生とは俺たちのことを指すらしいな。78期生なんだ。じゃあ前にキリギリさんの部屋で見つけた戦場ムクロのプロフィールって。なるほどな。そうだな、あそこにも78期生とだったな。おそらくキリギリのやつがこのファイルから破り取ったんだろう。ということは今回入学したっていうことをこれで決まっちゃうのか。そして戦場ムクロのプロフィールは俺たちと一緒にファイルされていたということは、つまりだ、やはり間違いない、戦場ムクロは俺たちと同じ希望神学園の新入生だったようだ。戦場ムクロ16人目の高校生、キリギリさんもこれを見てそのことを知ったんだろうな。それにしてもよっぽど時間がなかったようだな。え、何の話？キリギリがあのプロフィールを盗み出した時の話だ。ん？あの破り方や髪のシワ具合からして相当慌てて持ち去ったことが伺える。それは時間はなかっただろうね。こっそり忍び込んだはずだから。でもそれがどうしたの？急ぐあまりだろうな。あいつが1ページしか持ち出せなかったのは。1ページしか？戦場ムクロに関するプロフィールは全部で2ページあったんだ。え？つまりこのファイルにはまだ知られていない戦場ムクロの情報が残されているということだ。それってどんな情報？いちいち聞くな、自分で見てろ。見てみろ。おそらく学園長自身が驚いた、書いた、調査報告書のようなものだろうが。面白い。希望が学園がどんなやつかは知らんが、学園長どんなやつかは知らんが、なかなか面白い手がかりを残してくれたもんだ。戸上君の声を聞きながら僕は書類の文字の上に視線を滑らせていった。戦、これがそうなんだ。戦場ムクロの突然の帰国、その背景にはある存在が大きく関わっているようだ。超高校級の絶望と呼ばれる存在、現時点ではそれが個人を指しているのか組織を指しているのかさえ不明だ。だが戦場ムクロとその存在がつながっているのは間違いないだろう。何か嫌な予感がする。超高校級の絶望に関する調査を早急に進める必要がありそうだ。入学させたのは戦場ムクロだったと。ところがその彼女の動機の中に絶望が潜んでいると、絡んでいるということで絶望について調べ始めたってことだね。だ、絶望を入学させた覚えはないということかな。それと戦場ムクロの動向にも注意が必要と思われる。私の勘だが彼女は危険だ。彼女はフェンリルの一員としてあまたの戦場を渡り歩いたにもかかわらず、入学時の検診の際その体には傷らしい傷が一つもなかったらしい。は？おかしい。その事実からも戦場ムクロの戦闘能力の凄まじさは容易にうかがえる。生徒の一人である彼女を信じたいのはもちろんだが、万が一彼女が他の生徒たちにとって危険な存在となるようなら、それ相応の処置が必要となるだろう。いや、学園長はさ、ちゃんと危機管理はさ、しようとしていたわけじゃん。戦場ムクロ、超高校級の絶望の一人じゃないぞ、誠。やっぱりそれは間違いないみたいだ。あ、もう一人の絶望って言ってたもんね。そういうこと、そういうことか。だとすると、黒幕と戦場ムクロは仲間同士ってことになるはずだけど、だったらどうして？どうして黒幕は戦場ムクロを殺したんだ。それに戦場ムクロには学園長が警戒するほどの戦闘能力があったらしいけど、そんなやつを殺すなんてよっぽど不意をついたのか。それな、それともそれ以上の戦闘能力が黒幕にあったってことか。不意だから裏切りしかないよね。なんだ、どうしたネギ。え、まあいいだろう。いろいろと考え込んでいるようだが、ついでにもう一つ教えてやろう。優しい。どうしたの？このファイルで注目すべきもう一つの重要な情報な。何のこと？そのファイルの中に写真があったのを見たろ。見た。かわいい。かわいかった。見覚えがない女の写真だ。はい。俺たち78期生の中に混じっている見覚えのない女の写真。そう考えればこの女が何者かは簡単にわかるはずだ。それとその写真の女についての情報もこのファイルの中に書いてあったぞ。169センチ44キロ、それに3サイズもだ。上から80、55、82。ちょっと待って、一回見たことあるな。169センチってちょっと高めだった。44、それに3サイズも。
上から80、50、82。ちょっと待って。169センチ44。どう思う？どう思うっていい体だねとかそういうことじゃないよね。黙れ。勘違いするな、間抜け。後で確かめておけという意味だ。例の際、万が一という可能性もあるはずだぞ。万が一、それってつまり、あの死体が戦場ムクロじゃない可能性、そういうことだよな。まさかとは思うが、念のためにも調べておいた方が良さそうで。どうやって？どうやって調べる？決まりだ。というわけで任せるぞ。おい、ふざけんな！ちょっと待て。もはや爆発したので、体重は無理。欠損してるから測れない。身長は、まあ、正確にはちょっと微妙だけど、まあ、頭吹っ飛んでたら無理。で、バスト、上半身無理だから、ヒップぐらいはいける。それだけだぞ！お尻の大きさだけでは無理だ。トガミ、どうするんだ？やっぱりパシリ？戦場ムクロちゃん、やべえ。ムクロちゃん可愛いな。それとお前にはもう一つ言っておくことは。何？もう一つもう一つって。俺からの忠告だ。ありがたく聞いておいた方がいいぞ。はい、忠告は聞いておきます。僕に忠告って？お前は随分キリギリと仲良くしているようだが。仲良くっていうか、キリギリさんにはいろいろと助けてもらったし。あいつを信じすぎない方がいい。え？つまりだ。そうでないと手痛いしっぺ返しを食らう羽目になるかもな。どうしてそんなことを？は俺の勘だ。勘って？だが俺の勘はよく当たるんだ。信じる信じないはお前の自由だがな。一応聞いておくよ。戸上くんの勘？これまでのあれだけど、でも、難しいな、勘か。ムクロちゃんの立ち絵ちゃんと見たかったな。ね。あ、寝る前に見とけよ。はい、通信簿で身長ね。もう忘れたけどね。169センチだけ覚えてる。今ちょっとさ、キリギリちゃんが169センチないね。身長ごまかせるんかな。朝日奈が160センチ。同じぐらいだったんだよね。で、意外とでかかったのが深川かな。あ、そこまで行ってない。大神さんは2メートル行ってるからな。あれれ？ちょっと俺のあれと合体しただ。